まあ、伸びだと分かりづらいかな。重さのね、あれなんかの一緒です。で、こう普通にやってて、こう力を抜くとこんな感じですよね。で、こんな感じ。で、でも、ここに鉄の玉を持って、ね、で、鉄の玉をこう自分で支えてますよね、筋力でね。この支えてる筋力を抜くと、要するにこの持ってる鉄の玉の重さがここにかかるわけですよね。ドンとね、うん。で、こういうふうにして、イメージした通りに体が反応しますね。だからすごく重いですね。うん、この自分がイメージした時のこの感じが体にはっきり現れるんですね。大変ですね。まあ、後ろ通りなんかでもね、抱きかかえるでしょ、うん、でもこれを何とかしようと思ってもこのなかなかこう抱きかかえてるのが難しいんですね。でも自分の体が重くなったよ重くなった、あ、重いお前、重い重いって言うと、あえて支えきれなくて、こういうふうにして自分のイメージ通りに自分の体がそれに反応していくわけですね、うん、そういう体を作っていかないと、ね、うん、まあそういうことですね。じゃあ次いきます、はい。